こんな場所がブリタニアにあったなんて。エスカノール様、お久しぶりです。その声、ローザなの？どうかお顔をお見せください。だって今の僕を見たらきっとがっかり。違うだろ、こんなことを言うために来たわけじゃないはずだ。ありがとう、あの時僕を守ってくれて。君に救われたこの人生をこれからは必死に生きてみるよ。どんなに無様でも、どんなに孤独でも、ローザ、君に恥じないように。恥じることなど何もありません。それにもうあなたは孤独ではないはずです。それにしてもローザは昔と少しも変わってないんだな。そうだ、君にそっくりな女性がいてね。ええ、存じてます。私はずっとあなたを見守ってましたから。他にもいろんな人がいたんだよ。見た目は子供なのにすごく強い団長くんとか、巨人の女の子とか、ちょっと怖いコソ泥の人とか。死者との思い出が導く死者の都？